風邪かい、D？ いやなんか背中がゾクゾクすんな。嫌な感じ。誰かに悪口言われてるんじゃないの？あ、ほら、そこだよ。やっとかよ。駐車場から5キロも歩きなんて、シャレになんねえぞ。ここら辺は、ナショナルトラストが管理しているから、自然を守るための規則が、いろいろあるんだよ。とにかく着いたんだからいいだろ。ほら、行こう。へえ、わかりやしたよ。ったく、よ、ん？こんな山ん中でナンパとは、ご苦労なこった。いらっしゃいませ。ランディ・マクレーンで予約が入ってると思いますが。マクレーン様ですか？あ、受けたまわっております。ようこそ当ホテルへ。ご予約は3名様と伺っておりましたが。すみません、一人急に来られなくなってしまって。そうですか。では1名様はキャンセルということにいたしましょう。お願いします。私はオーナーのレナード・ヘンリーです。いつでも気軽にご用を申し付けてください。ジャコ、お客様をお部屋に。コックがポーター兼任か。あんま儲かってねえんだな。あのね、失礼だろ。ディー、見てよ。ホテルの裏は湖だ。いい景色だね。後で行ってみるか。ビッキーも来ればよかったのに。どうして急に行けないなんて言い出したんだろう。そうだよな。頼むよ、ビッキー。この通り。やだ、俺だって楽しみにしてたんだもんね。嘘つけ。遠くてめんどくせえだろ。飛行機に乗んのは嫌だとほざいただろうが。ああ、なんかすっげえイギリスに行きたくなっちゃったな俺。てきこの野郎。ん、何か言ったかい。なんでもない。これならどうだ。あ、100ドルどうだ。すごくアメリカに残りたくなっただろう。仕方ねえな。このぐらいで勘弁してやら。土産忘れんなよ、ディ。100ドルも。帰ったらぶっ殺す。どうかしたの、ディ。ディの部屋、そっちだよ。ああ、そっか。泊まり客かな。りょう。ディびっくりしたな。ノックぐらいしてよ。何ビビってんだよ。ノックしたぜ俺。湖へ出てみようぜ。旅行に行ったんじゃなかったの？うん、ちっとばかし事情があってさ。事情って？ほら、俺が行かなきゃ旅行中は二人きりだろ。誰かさんたち。なるほど、 D が来るなって言ったのね。相変わらずせこいわね。その通り。100ドルで手を打った。今月俺金欠でさ。じゃあ100ドルで寮は低層の危機に追い詰められてんのね。そう簡単に行くもんか。寮は見た目よりずっと手強いんだぜ。でもさ、 D は絶対押しまくりでしょ。そしたらさ、もしかしてもしかするじゃない。無理無理、絶対変わんねえよ。進歩なし。 D が押し倒してコマスに1ドル。寮が張っ倒して進歩なしに1ドル。いいとこだな、静かで。うん、思い切ってアメリカを離れてよかったよ。ここならゆっくりできそうだ。そういえば、リーと仕事以外で二人きりになるのは久しぶりだな。最近忙しかったから。久しぶりだな。え？仕事以外で二人きりになるのはさ。
ああそうだね。びっくりした。同じこと考えてるんだもんな。 D と初めて会ってからどれくらい経ったかな。ベカモンお前はいつもあれだけ言って聞かせても聞いとんのか。こら D、 聞いてますよ。あの、ああ、なんだ。本日付で捜査一課に配属されましたランディ・マクレーンです。ああ、新入りか。そういえば今日だったっけかな。は？あのもしかして忘れてました？待て D、 どこへ行く気だ。あ、いや、お忙しそうなので私めは捜査に戻ろうかと。まだ戻らんでいい。おい新入り、マクレーンです。こいつがお前の相棒だ、マクレーン。いろいろ教えてもらえ。ギー、俺 D レートな。 D でいいぜ。ランディ・マクレーンです、よろしく。ん？お前東洋系か。目ん玉黒いぜ。うん、日系人なんだ。へえ、じゃあ日本語の名前なんてあんのか。うん、亮だけど。亮か。亮って呼ぶの嫌か。別に嫌ってことは。じゃあ亮だ。お前のこと亮って呼ぶよ。まあ俺の相棒なんだ。大船に乗ったつもりで任せなさい。なんだか最初から慣れ慣れしいくせに、でも憎めない感じで、どこか引きつけられるところのあるやつだと初対面の時そんなことを思ったっけ。リョウ、え、ちょっとお前俺のことどう思ってんだ。どうって俺はお前のこと好きなんだぞ。好きってD、 危ないよ、ボートが。お前はどうなんだ。俺は、あれは、てめえわざとじゃねえだろうな。違うって。あそこに赤いものが。赤いもんだ、死体でも浮いてるってのかよ。うんって。おい、よく見てよ、あれ人に見えない。ついて早々これか。やってらんねえな、休暇中なのによ。地元警察の話だと背中から鋭利な刃物で一突きにされていたらしいよ。殺されて湖に捨てられたんだろうね。体の中のガスが溜まって浮いてきたんだ。ほら、俺たちは休暇で来てんだぜ。そうだけど。ん？そういえば彼女たちも事情聴取を受けていたね。ここの泊まり客だろ。ちょっくら声かけてみっか。え、あ、ちょっと D、 こんにちは、ここに泊まってんの。ええ、昨日から。あなたも？そう、あっちのぼーっとしたやつと二人。あっ、誰がぼーっとしてんだよ。はじめまして、私アリサ、アリサ・ブライアン。こっちはシンディ・アーウィングよ。はい、よろしく。俺は D レートナー、こっちがランディ・マクレーンね。よろしく。アリサも日系人なの？あら、あなたもなの？わからなかったわ。あまり日本の血が出なかったんだよ。ところでお嬢さん方、お暇ならカードでもして遊びませんか？それはいいんだけど、ねえ、うん、あ、何？今ヘンリーさんと警察の人が話し合ってるの。何を？殺人現場のすぐそばでしょ？一度宿泊客を町へ引き上げさせろって言ってるらしいのよ。何？またあのゴビロを歩けってのか？どうせ帰るとき歩くだろ。帰りはパトカーに送ってもらおうぜ、同じ警察だし。国が違うでしょ。それにパトカーなんかに乗ったら仕事の続きみたいで休暇っぽくないだろ。どうでしたか？大丈夫ですよ、このままお泊まりいただいて構わないそうです。ただし裏の湖付近は立ち入り禁止の条件付きです。よかった、出てかなくていいのね。これで心置きなくカードで遊べるわ。皆さんでカードをなさるんでしたら
ティールームをご利用ください。広いテーブルがございます。やだ、また私の負け。とろいわよアリさん、一人負けしてるじゃない。もう嫌。気分転換にお茶でも飲めば月が回ってくるんじゃない。そうかな。俺がもらってくるよ。あ、私も手伝うわ。気になる？ん？気になるんでしょ。何が？シンディは気に入ってるんだよ、ランディのこと。みたいだな。彼とは恋人同士なの？遠慮なしに確信をついてくるやつだな。人気のないホテルに二人で泊まりに来るなんて、いかにもじゃない。それに彼のこと好きでしょ。そういうことは他人には言えないの。他人じゃないよ、私も好きな人いるもん。同じだよ。そいつからもらったのか？先月プロポーズされたの。おお、なら俺の気持ちは分かんねえぞ、きっと。ずっと口説き続けてんのに、未だに片思い中なんでね。じゃあ分かるよ、私も片思いだったもん。ずっとずっと6年間もしぶとく待ってたら振り向いてくれたんだよ。根性あんなお前。だからさ、きっと大丈夫だよ。彼 D のこと気にしてるよ。そうか、どっちかずっと冷てえぞあいつ。大丈夫だって、カードやってる時だって D と私が話してると必ずこっち見てたもん。本当に？誓ってもいいよ。お前ってば結構いいやつじゃん。早く私のように幸せになってね。なんだよ、結局のろけたかな。夜だ、ついに夜だ。二人きりのトゥナイトだぜベイビー。 JJ もいない、キャルもいない、課長もいない、そして最大の敵ビッキーもいない。ビッキーに100ドル掴ませて掴んだこのどでかいチャンス、必ずものにしてみせる。 D かい？空いてるよ。起きてたか。まだ寝るには早いからね。本読んでたんだ。で、どうしたの？一緒に一杯やろうぜ。いいね、月が綺麗だし、ベランダで飲もうよ。乾杯。乾杯。で、あれ、何に乾杯するんだっけ？あ、そっか、普通は決めてから乾杯するんだよね。まあ、久々の休暇ってとこか。休暇って言えばさ、課長よく二人揃って休みくれたよね。いや、俺たちほら日頃の行いがいいから、まあ当然だろう。課長、寮と休み一緒にしてよ。してくんねえと刑事辞める。ああ、やめろやめろ、やめて一休に休んでろ。役立たずのくせに贅沢ぶっかけてんじゃねえぞ。そんなこと言わないで、お願いだからさ、課長ってばさ。 D、 昼間の事件なんだけど。またかよ、休暇の時まで仕事なんて。違うんだよ、一つだけ警察の事情聴取の時に言わなかったことがあるんだ。どういうことだよ。あの死体を見つける前に、このベランダの下に男が一人いたんだ。湖の方から登ってきたんだと思う。今度の事件に関係ありそうなのか？わからない、目つきが鋭くてどこか凄みがあって、でも犯罪者って感じじゃなかったな。だから警察にも言わなかったんだけど、なんか気になってさ。ちょっと D、 珍しいな、お前からそんなに興味を示すのは。そうかな、 D と会った時も同じようなことを思ったけど。同じじゃ嫌なんだ俺は。嫌って言われてもよくわかんないよ俺。相変わらず鈍いなてめえは。焼いてんだよ俺は。なんだよ、なんかおかしいのか。だってさ、そういうことは普通自分では言わないよ。せえな、俺は正直者なんだよ。だろうね、それはよく知ってるよ。
今日はおとなしいな。考えているんだ。何を？ D の本気について。いつだったか D が俺に怒って言っただろう。何見てんだ。え、惚れたか俺に。惚れてないよ。本当か。からかうなよ、いつも冗談だろ。俺を冗談なんかで片付けるなよ、リョウ。だから考えてる途中なんだ今は。だからキスまでは逃げないってのか。そんな具体的には言えないけどさ。お前変わってんな。どうして。考える前に俺を突き放せば済むことだろう、普通はさ。そうなのかな。そうだよ。じゃ今日はここまででやめとく。本当は押し倒してやろうと思ってたけどな。で、考えてもらおうじゃん、俺の本気ってやつを。ま、とりあえず今夜は飲もうぜ。お部屋は205号室です。キャンセルを取り消してお一人様追加の2名様ということで。 D、こんなところで寝てると風邪ひくよ。 D ってば。一人でほとんど開けちゃうんだから飲みすぎだよ。仕方ない、今夜は俺が D の部屋で寝よう。おやすみ D。ランディ。アリサ、どうしたのこんな夜中に。さっきノックされたんでドア開けたんだけど誰もいなくて、そしたら階段の方で物音がしたから。誰もいないみたいだよ。変だな、シンディは部屋で寝てるし。ディも酔っ払って寝ちゃってるよ、気のせいじゃないかな。そっか。ねえランディ。ん？あなた D のこと好きでしょ。そりゃまあ、なんてこと聞いてくんの君は。だって D がかわいそうなんだもん。でも誤解しないでね、私婚約者いるから。このピーターラビットも彼のプレゼントなの。いいでしょう。この地方はピーターラビットの生まれ故郷なのよ、知ってた？あのどうして D がかわいそうなんだい。だって知ってるくせに。 D の気持ち、私ね、ここには彼と一緒に来るはずだったんだけど急な仕事で。私すごく楽しみにしてたんだ、二人っきりの旅行。だからきっと D もそうだと思う。アリサ、俺まだよくわかんないんだ、 D のことを。そのどう思ってるか。ん？顔に書いてあるよ、好きだって。え？たまには態度で示してあげてもいいんじゃない。また明日も遊んでね、おやすみ。おやすみ。なんだ起きたのか。いいよ寝てて、今夜は部屋を変えるから。気持ち悪い。吐く。またここで吐かないでよ。トイレで吐いて。D、タオル。サンキュー。あっても痛え、解放してくれ。甘えないでよ、氷でももらってくるから。リン、俺も行く。待ってればいいじゃない。いいよ、少し歩いて酔い覚ますから。ん？誰か
がいるのか。もしかしてさっきアリサが言ってた。おい、リョウ。どうしたんだよ、リョウ。何が知ったよ。なんかいんのか。ちょっと押さないでよ、ディ。ちょっとディ、やめろ。ああ、あなた、あ、ちょっと。リョウ、なんかいかつい顔がこっちに睨んでるぜ。あ、どうも。その、どうした、ジャコ。おや、どうしました、こんな時間に。あ、いえ、すみません、連れが悪酔いしちゃって。あ、うー、それはお困りでしょう。後で薬を届けさせましょう。いえ、大丈夫です。氷だけいただいていきます。どうしたんだよ、リョウ。え、さっきのやつ知ってんのか。うん。刑事のくせに不用心だな。こういうものはフロントのセーフティーボックスに預けておくものだ。誰なんですか、あなたは。ニューヨーク州警察警部補の役についてるバークレーローズだ。ニューヨーク州警察。なんだ、お仲間かよ。少し散歩するか。酔いざましになると思うんだが。ここは立ち入り禁止だぜ。大丈夫さ、3人とも警官だろう。私は湖の向こうのホテルに滞在してるんだ。しかし他にもというより君たちみたいな刑事がいるとは思わなかったな。どういう意味だよ。嫌な感じ。D、ここは。そう、今日君たちが死体を発見した場所だ。殺されたのは日系人の若い女性だった。日系人。それがどうしたんだよ。実はこっちに来てから知ったことなんだが、5年ほど前からこの辺りで観光客が頻繁に失踪しているんだ。それも皆日系人だった。ここはそんなに物騒な土地なのかよ。ホテルのオーナーは何も言ってなかったぜ。地元の人間がそんなこと言うはずがないだろう。一連の失踪事件と今度の殺人事件は関係がある。そう思うのは当然なのに、こっちのマスコミは全然取り上げようとはしない。イメージダウンが怖いのさ。ま、さすがに警察は動いてるがな。何しろ田舎のことだ。捜査は少しも進んでいない。だからあんたが調べてるってわけか。まどろっこしくって見てられないんでね。えらいもんだな、ニューヨーク州警察ってのは。よその国に遊びに来てまで仕事すんのかよ。暇つぶしにはもってこいの推理ゲームだろ。どうかな、君たちも協力して一緒に調べてみないか。お断りだ。捜査はゲームじゃねえだろ。 D、 君も同じ意見か。目の前の事件を見過ごすことができないというあなたの気持ちは俺もよくわかります。でも俺は D と同じ意見です。捜査はゲームじゃない。失礼します。おとなしそうな顔して言うもんだな。D、 怒ってんのかな。あのバークレーローズって刑事、リーと一番気の合いそうにないタイプだったもんな。ローズってやつな。え、あいつの言ってることも納得できることはあるんだけどよ、俺は嫌なんだ、ああいうやり方、考え方はさ。うまく言えねえけど嫌なんだ。てめえ、今俺のことガキみたいだとかって思ってただろう。え、いや、そんな。でもさ、D はそれでいいんじゃないかな。 D らしくって。俺らしくね。なんかバカにされてるような気がすんな。もう寝たら、具合悪かったんだからさ。あ、
ああ、そうだっけ。忘れてたよ。たまには態度で示してあげてもいいんじゃない？おやすみ。ふっかーに何すんだよバカ野郎。キスなんかされて俺がまともでいられると思ってんのかよ。何言って、うんうんうん、やめ D 押し倒しはやめにしたはずだろ。こんなもの取り消す。男に二言はつくのよ。やっぱこの旅行中に行くとこまで行っとかねえとな。なに心配すんな。俺に任せとけば初心者でもバッチリ OK だって何を任せんだよ。何を寄せってば。やめろよ D。 今さらやめられっかよ。ちょっとタイムタイム。見えないじゃない。もういや。あれ静かになったぞ。リオ抵抗やめちゃったのかしら。私の勝ちね。勝手に決めんなよ。部屋の中まだ明るいままだぜ。きっと明るいとこでするのが大人なのよ。ビッキーキャル二人ともなんだってこんなところに。グッドイーブニング。お久しぶり。何がお久しぶりじゃ。第一空港で別れてからまだ一日しか経ってねえだろうがよ。ボケ。あ、そうだ、キャル、俺の勝ちだぜ。1ドルくれよ。あら、でも D が押し倒していいとこまで行ったじゃない。じゃあ今回はチャラだな。しょうがないわね。てめえら人を賭けのネタに使ってんじゃねえ。おやすみ、マリア。旅費はどうしたんだい？飛行機はまだキャンセルしてなかったし、寮にもらってた生活費とへそくりを少々ね。私も少し借りちゃった。あ、ちゃんと返すからね。言っとくけど、スリはダメだからな。信用ないわ。はいはい、ちゃんとバイトして返します。おい、金返せよな。何のこと？とぼけんな。旅行を諦める代わりに100ドルやったろうが。あんなのとっくに使っちゃったもんねーだ。この野郎。100ドルって何のこと？え、あ、いや、その、なんでもないです、はい。くそー、ビッキーの野郎。ただじゃおかねえかんな、覚えてろ。いっぱいお食べ。サンキュー。りょう、コーヒーちょうだい。はいはい。なんのかんのとガキに甘いんだからな。ま、そんなところも気に入ってんだけどよ。何笑ってんだよ、変なやつ。ほんと不気味。変態っぽいわよ、D。ヘンリーさん、アリサとシンディが見当たらないんですけど。はあ、あのお二方でしたら今朝早くお立ちになりましたが、何か。あ、いや、それならいいんです。おかしいな、確か昨日。また明日も遊んでね。りょう、早く置いて。はいはい、今行きますよ。りょう先輩と D 先輩がイギリスに婚前旅行。婚前旅行なんて言ってねえだろうが。有給休暇取って旅行行ったんだよ、二人っきりで。なんてことだ、僕の出張中にそんな大事件があったなんて。ダメだ、こいつ人の話聞いちゃいねえ。課長！ねえねえ課長、休暇くださいよ。休暇、有給あんですよ僕。休みくれないと刑事辞めちゃいますよ。お土産全部出ますから。どいつもこいつも舐めとんのかてめえら。
お子様の時間帯はジエンド。アダルトな時間帯はやっぱり4倍に限るわ。待ってろよ、リョウ。今夜こそ一発かましてやんぜ。よだれが出てんぜ、ホモ野郎。おっといけねえ。ビッキー、なんちゅう時間に起きてんだおめえは。まだ10時じゃんか。怪しいことしてんじゃねえよ。バケロ！お子様には睡眠タイムだろうが、寝小便垂れねえようにトイレに行って、とっとと寝ちまえ、クソガキ！なんだよ！大人の都合で俺を寝かしつけて、何しよってんだよ！絶対寝てやんねえ。かんのいいやつめ。ん？なんか今人の声がしたような、下の方から聞こえるよな。なんか泣き声に聞こえねえ。二人とも真っ青な顔して。いやー！出たって何が？言ってたよ。もうだろう、あれだあれだ。俺シャンク言った女の子がその風呂に立ってて、聞いてんのかお前は。いないよ幽霊なんて。気のせいだよビッキー。みっともないよ、Dまで一緒になって。くだらないこと言ってないで早く寝たら。いるよな、普段一番幽霊とか信じてそうなやつが一番現実主義者ってやつ。いるいる、かけらも信じてねえよ絶対。くだらねえだとよ、早く寝ろときたもんだ。何やってんの。行くぞビッキー。おう。あれビッキー、一緒に寝るんじゃなかったのかい。今日はディーンとこで寝る。おやすみ。結局仲がいいんだよな、あの二人。冴えない顔だね。よく眠れなかったの？なんか乗ってるのは。幽霊のことは書いてないね。まだ事件のこと気にしてんのか。じゃあもういい加減にしとけ。俺たちは刑事って名をポケットにしまって休暇に来てんだぜ。そうかな、24時間刑事でいいんじゃないの。大した心がきで。そんなもんでうちん中走んじゃねえ。女の子の幽霊見たんだってば。本当に。でもね、今時幽霊ってのもなんじゃない。ああ信じてねえなギャル。ほら私も亮と同じで現実主義だから。見てねえからあんなこと言えんだぜ。すっげえ怖かったんだから。おねしょしたんじゃないの。なんだと。
たちが見た幽霊だ。何ですか、どうかしましたか。あ、いえ、ちょっと。この絵が何か。誰なんだこいつは。これは私の娘のマリアです。5年前に亡くなったのですよ、不慮の事故でね。この日、雨のためハイキングが中止になり、町への買い出し部隊をじゃんけんで決めることになった。じゃんけんぽい。おー、一番屈辱的な負け方を。ん、どうして。パーで負けたからよ、頭ん中もパーってね。ほら、キャル。食い物にゲームに牛乳、どれだこれ。私健康にいいのよ。んなもん飲んでも小高い丘はでっかくなんねえぞ。でっかいお世話だわよ、あんたよりはあるわよ。うん、いらっしゃいませ。あの、ここにアメリカ人の二人連れが泊まっているはずなんですが、一人は目つきの悪いかっこいい男性で、もう一人はちょっと間抜けそうな日系人なんです。ニューヨークからいらしたお客様ですね。それです。はあ、よかった、やっと見つけた。日系人ですか。ええ、顔立ちは東洋系じゃないけど、よく見ると瞳は黒いんですよ。D 先輩、ジージー、会いたかったです、 D 先輩。うわ、いざ感激のキスオーバー一発。うわー、またジェジェ、俺だよ俺、 D じゃないってば。あれ、リョウ先輩。そう、ダーシュ D 先輩。荷物お願いしますね、209号室です。言わせてもらいますけど、すっごいですよ、二人で旅行なんて。あ、待ってください、 D 先輩。想像しくなるな、まだ D と2人の時の方が平和だったかな。思い出した、やっぱいかんよ2人きりは。先輩、お待たせしました。二人ともここで待ってろ。ローズ警部補。君は D レートラーです。病院なんか来て何してるんです。病気持ちではないよ、君と違ってね。俺だって持ってないっすよ。君の相棒はどうした。ホテルにいますよ、留守番です。そうか、残念そうですね。よくわかるな、その通りだ。君よりは彼の方が良かった。抜けとこんの。そいつはすいませんね。まったくだ、君が留守番すべきだよ。それは血だよ、人間のね。君たちが泊まっているホテルの調理場で見つけたんだ。あの時の DNA 鑑定してもらった結果、湖で発見された被害者のものと一致した。それと、これは病院の院長に聞いたことなんだが、とっても美味しいわこのレアチーズケーキ。もちろんオレンジペコもね。キャルさんはおいくつになりますか。今年で13歳だけど。どうして。あ、すみません、私の死んだ娘と同じ年頃のようなので、つい思い出して。ごめんなさい、余計なこと聞いちゃって。いえ、とんでもない、娘と会っているようで嬉しいんですよ。レナード・ヘンリーってホテルのオーナーの。ああ、5年前日系人の宿泊客に一人娘を殺されたらしい。犯人たちはすぐに捕まったという話だ。
殺されたって。ってことは、あの幽霊ってオーナーの娘？やっぱ本物じゃねえかよ。日系人の失踪事件も5年ほど前から起こっている。何か匂うと思わないか？あのオーナーがやったってのか？犯罪の動機ぐらいにはなるだろう。いくら娘が日系人に殺されたからって。日系人なら、日系人なら無差別なのか？どうかしたの？なんか急に眠くなってきちゃった。気分でも悪いのかい？うん、キャル、キャル！いけませんね。お部屋にお連れした方が良いのでは？ええ、すみませんが、後で水と氷をいただけますか？何号室に？俺の部屋、206号室にお願いします。わかりました、リョウさん。え？俺の名前？先ほど見えられた方が。ああ、失踪した観光客は年齢も性別も様々だ。共通しているのは日系人という。おい、リョウが襲われちまう！どういうことだ？リョウは日系人なんだよ。何？落ち着け。もしそうだとしても見た目では絶対にわからない。大丈夫だ。そうですよ先輩、ホテルのオーナーも気づかなかったくらいですからね。お前、リョウが日系人だってことを？ええ、成り行きで話しましたけど。この警察を向かせてくれ。どうするつもりだ？車じゃ間に合わねえんだよ。こりゃ、わしのバイクを返せ。遅いな。はあ、仕方ない、取りに行ってくるか。なんだろう、めまいが。動けないでしょう。さっきの紅茶にしびれ薬を入れておきましたから。どういうことです？ご説明しましょう。リョウさん、今から5年前のことです。このホテルをオープンした年に3人組の男性客がいらっしゃいました。日系人ばかりの3人組です。その頃、私はこのホテルの最上階に娘と2人で暮らしていました。娘は当時13歳でした。亡くなった妻に似て美しい娘でしたよ。素直で心が優しくて私の全てでした。どうやら3人組のお客様は私の娘に興味を持ったようでした。そしてある日。私は湖の近くで娘を見つけました。ひどい姿で殺されていました。何をされたのか一目で分かりました。娘はあなた方に、あなた方日系人に殺されたんです。だから死んでくださいね、リョウさん。おや、失敗だ。
失敗なんてこと言うんですあなたが。いいんですよ、幼い頃施設から引き取った捨て子です。まあなかなかよく言いつけを守っていたが、肝心な時に役立たずでした。マリアのそばにいながら守ることができなかったんですからね、死んで当然です。そういえばお尋ねでしたね、リョウさん、アリサさんたちのことを。何？これは。どうして？顔に書いてあるよ、好きだって。たまには態度で示してあげてもいいんじゃない？どうして、なぜ殺した？説明したじゃありませんか、娘のこと。日系人はダメなんですよ。じゃあシンディはなぜアメリカ人のはずだ？彼女は見てしまったんですよ、アリサさんをここへ運ぶのをね。間違ってる、ヘンリーさん。マリアさんを殺した日系人たちは法の裁きを受けたはずだ。それが何になります？こんな田舎町に遊びに来る日系人なんかよりマリアの命は尊いのです。何人殺したって足りないぐらいだ。違う、今のあなたはマリアのためじゃない。人の命は皆同じです。目を覚ましてください、ヘンリーさん。逃がしませんよ。マリア。大丈夫か？あんまり大丈夫じゃない。君は怪我の手当てでもしてきたまえ。ですが。いいから、あとは私がうまく処理しておこう。気にすることはない。いいとこあるね。どうだかね。私は娘を愛していました。ですがいつからかあなたの言うようにマリアのためではなくなっていたようです。ヘンリーさん、一つお願いがあります。私ヘンリーさんのこと嫌いじゃないよ。キャルのことをマリアと重ねて見ていたのかもね。キャルのいるとこでは俺を殺そうとはしなかったからね。キャーリー先輩、ウギージージ、心配ぶっこいちゃいましたよ。キャーリー先輩、何かあったら僕も死にます。あとボッキャロ、死ぬなら一人で死ね。話せってんだよこの野郎。さあ用も済んだし荷物片付けて家へ帰るぞ。あーごめん、ちょっと待てよ、俺を置いてくるって聞いてんのかよ。どうぞごゆっくり。おい、ちょっと待てってば、こら待ってくれよ、リョウ。え、所長がどうかしたのかい？急に転属だったよ。飛ばされちまったのか？いや、何でも州警察のエリートさんが後釜に座るんだと。そいつが自分で指定したらしいぜ、うちへ来たいってな。指定して転属できるもんなのか？わがままな野郎だな。しかし物好きだよな。集計より安月給だし、
犯罪発生率は高いし、それに犯罪件数の割に検挙数が少ねえんだよな。特にうちの課は。しょうがねえだろ。なんだって課長がしがないタヌキ親父なんだから。タヌキよりは東堂だな、東堂。誰がトドだ、バカどもが。みんな集合しろ。新任の所長から話がある。静かに聞くように。ゲロ。本日付で27文書所長を拝命したバークレーローズだ。よろしく頼む。伝え